こんにちは。心理カウンセラーの高森です。激しい動機が突然来るので不安ですという相談を受けることがあります。これはおそらくパニック発作、あるいはこういったものが起きることがいつも不安になっていて行動が制限されるということでしたら、パニック障害あるいはパニック症というふうに呼ばれるものである可能性がありますね。で、念のため病院には行っていただいた方がいいんですけれど、それでもし心臓などに問題がなければ、これは体の病気ではなくて心理的なメカニズムが絡んでいるものというふうに言えると思いますね。まず大切なのはこういった症状に対する不安を軽減することですね。動悸に伴って息苦しいですとか、冷や汗が出てきたりですとか、体が震えたりですとか、いろんなことがあります。病院で心臓に異常がないということでしたら、命に別状はないということですね。これだけはまず知っておいていただくといいと思います。それでも症状が出ているときは非常に不安になると思いますけれど、知識だけでもこういったものがあれば少しは違ってくるかなというふうに思います。そして専門的にはこれはパニック症あるいはパニック障害という扱いで、心理カウンセリングですとか精神科クリニックというところで然るべき対応していけば、これは軽くなって楽になっていくものですので、安心していただければというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。